ハンス・アイスラー音楽大学はドイツ、ベルリンに本部を置くドイツの音楽大学である。1950年に設置された。大学の略称は HFM。ヨーロッパを代表する音楽大学の一つである。ベルリン・ミッテ地区にある音楽大学は作曲家で音楽理論家であったハンス・アイスラーにちなんで名付けられた。本部は ジャンダルメン広場のベルリンコンチェルトハウスの並び、シャルロッテン通り55番地にある。大規模な改修の後、2005年に、ノイエマーアル・シュタールの建物が追加された。大学には、公共楽団、室内オーケストラ、合唱団、学生オーケストラ、公共吹奏楽団、アイスラー・ウィンズと、エコーアンサンブルが所属している。 ドイツ民主共和国成立後、すべての音楽学校と音楽大学は西ベルリンに位置していたので、1949年に東ドイツ教育省は新しい音楽大学を設立することを決めた。ビルヘルム通りにある戦災を受けた建物を修復し、1950年10月1日にドイツ音楽大学が開校した。創設者は、 音楽学者のゲオルク・ネプラーであった。最初の教授陣には、ルドルフ・バーグ・ナー・レゲニーとハンス・アイスラー、ヘルムト・トコッホ・ヘルマ・プレヒターとアーノ・シレンベルクが、含まれていた。1955年に二人の学生が、特に高い関心を示したので、オペラと、音楽劇場の監督を養成するコースが設けられた。これにより、この大学は、ヨーロッパで最初に、 これらのコースを提供する大学の一つとなった。1964年に大学は東ドイツ国家の作曲者であったアイスラーの名を冠したハンス・アイスラー音楽大学ベルリンと改名し、建物の入り口には彫刻家フリッツ・クレマーが作成したアイスラーの聖堂共像が記念に置かれた。若い才能を伸ばすために、 音楽大学の設立と同時に1950年9月1日には音楽職業学校が開校し1965年には音楽専門学校に改編され音楽大学の直属となった1991年からはカール・フィリップ・エマヌエル・バッハ音楽学校と呼ばれている2005年にはジャズ研究所ベルリンがハンス・アイスラー音楽大学とベルリン芸術大学の 共同機関として設立された。音楽大学の図書館には14,400冊の書籍、57,000点の楽譜、そして4,100点の CD、ビデオが所蔵されている。音楽大学には4つの学部と3つの研究所があり、いずれもベルリン芸術大学と共同で運営されている。さらに専門的学際的な継続教育の面で、 ベルリンキャリアカレッジとの協力をしている。学生と卒業生は、ベルリン芸術大学のキャリアトランスファーセンターが提供する機会に参加することができる。2015、16年冬楽器に開設されたコースは、次の通り、声楽、音楽劇演出、演出、弦楽器、ハープ、ギター、管楽器、打楽器、指揮、コレーペティートル、ピアノ、作曲、 歴史的及び現代の音響学、歌曲様式、室内学、そして電気音響音楽。音楽生理学と音楽科の健康のためのクルトジンガー研究所ベルリンは2002年から音楽専門家の健康面を研究している。研究所の名前は1923年から1932年までベルリン音楽大学の医学相談所を引いた。 ユダヤ人の医者かつ音楽学者、クルトジンガーにちなんでいる。彼は、外科医、マウリッツカッツェンシュタインの後継者だった。そして彼は、音楽疾患に関する、指導的立場にあった。ナツスが権力を掌握した後、彼は1944年に、テレージエンシュタット強制収容所で亡くなった。2014年からは、音楽医師、アレクサンダー・シュミットが、 研究所を率いている。2003年からベルリン芸術大学と共同でクラングツイトールと新音楽研究所が運営されている。現代音楽を扱う際には研究所のアンサンブルクラングクティブやベルリンの大学の電子スタジオを利用することができる。コンサートシリーズのズームやフォーカスだけでなく様々なトピックに関するイベントもある。 研究所を率いるのは、ダニエル・オット、ボルフガング・ハイニガー、イリステル・シプホルスト、そしてイレーヌ・クレッチケである。2005年に、ジャズ研究所ベルリンが設立されたことで、ジャズ教育を国際レベルに引き上げることが可能になった。教授には、アメリカ人のジョン・ホレンベックとジュディ・ニー・マック・プリンスが、含まれている。研究所の部門は、木管楽器、金管楽器、 声楽、ピアノ、弦楽器、打楽器のほか科学、技術、メディアに分かれている。芸術監督は、ジャズサキソフォン奏者のペーター・ベニガーである。大学では、毎年およそ300のイベントが開かれている。定期的なイベントには、会話コンサートシリーズ、スローリスニング、体感式馬車ホールでの卓越したコンサートのシリーズ、ミュージックシアターワークショップ、 ジャンダルメン広場音楽フォーラム、卒業コンサート、公開マスタークラスシリーズ、金曜日午後6時マスタークラス、学生コンサートシリーズ、コラージュコンサート、ランチタイムコンサート、室内楽コンサート、そして多くの夕方の講演会がある。また、ベルリンコンチェルトハウス、ベルリンの3つのオペラハウス、バイロイト音楽祭、ヘッベルアムウーファー劇場、 そしてベルリンフィルハーモニー還元楽団との協力がある。多くのイベントがコンチェルトハウス還元楽団、ブランデンブルク州立還元楽団フランクフルト、ノイブランデンブルクフィルハーモニー、そしてブランデンブルク公共楽団などの楽団と共同で開催されている。イベントは シャルロッテン通りとノイエマールシュタールの建物にある大学のホールに加え、ベルリンコンチェルトハウスのホールがメイン会場になっている。さらに大学合唱団は、近隣のベルリン大聖堂やフリードリッヒ・シュタット教会で、エコアンサンブルはベルリン国立歌劇場やドイツグッゲンハイム美術館で演奏し、大学公共楽団はベルリンフィルハーモニーホールで頻繁に演奏している。 インタラクティブな指揮のためのワークショップ、クリティカル・オーケストラは、クラウス・ハルニッシュのアイデアに基づくもので、当時学長であった、クリスタル・ド・ゲスリングにより2002年に設立された。クリティカル・オーケストラは、それ、自体をオーケストラ及び将来の指揮者のための、芸術的メンターの集まりと捉え、指揮者ワークショップのリハーサルでは指揮のインパルスに、直接フィードバックを与えている。 クリティカルオーケストラには、毎年ドイツのオーケストラから約90人の演奏家が集まり、そこには、シュターツカペレ・ベルリン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン放送公共楽団、ベルリン・コーミッシェ・オーパー、シュターツカペレ・ドレスデン、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団、ライプツヒゲバント・ハウス管弦楽団、NDR ・エルプ・フィルハーモニー管弦楽団の、 元メンバーや現役メンバーが含まれる。参加者している指揮者には、パトリック・ランゲ、エービングルベルグ・イエンセン、ミハウ・ド・ボジンスキ、ダービト・アフカム、クリスティーナ・ポスカがいる。2014年から、クリティカル・オーケストラの芸術監督は、シュターツ・カペレ・ベルリンの第一コンサートマスターである、ローター・シュトラウスが務めている。2016年の指揮者メンターは、指揮者、 ロータ・ザグロセクである。2015年10月に、ハンス・アイスラー音楽大学と、ドイツ音楽評議会の指揮者フォーラムとの間で、プロジェクトを継続するための協力協定が、締結された。ハンス・アイスラー音楽大学の1950年からの、学長、次の人たちは名誉評議員として、大学の芸術的・教育的目標をサポートしている。 大学評議会のメンバーは次の通り、ハンス・アイスラー音楽大学講演会は、大学の学生とプロジェクトを支援し、マスタークラスの資金提供、賞の授与、コンサートの開催などを行っている。会長は、マルティナ・フォン・ブリューニングである。講演会は、チェロ奏者、ボリス・ペルガメンシコフを記念した、室内医学のための、ボリス・ペルガメンシコフ賞を、 2005年から大学とともに主催している。賞金は1万ユーロである。また、講演会は2002年から2年ごとに大学の特に優秀な学生に対してスタートアップ音楽賞を授与している。5000ユーロの賞金はドイツラジオ文化放送のスタジオでのレコーディング、アプリケーションドキュメントの写真撮影、ウェブサイトのデザインなどを助成するものである。 これらの賞の他にも、ピアニストで、大学教授のレナーテ・ショルラーを記念した、レナーテ・ショルラー基金は、ベルリンのピアノコンクールを支援している。ショルラーは長期間にわたって、ハンス・アイスラー音楽大学で教師として働き、大学のピアノ部門を支援する基金を作った。この基金は若く才能あるピアニストの育成と、フェリックス・メンデルス・ゾーンのピアノ作品の紹介に、尽力している。 2013年から大学は現代音楽の作曲と解釈に対しハンス・アイスラー作曲家フォーラムとハンス・アイスラーパーフォーマンス賞を授与している。ベルリンドイツオペラとハンス・アイスラー音楽大学の協力のもとに国際作曲コンクールノイエス青年が若い作曲家を対象に行われている。受賞者には音楽劇作品を作曲するための賞金が授与され、 作品は、ベルリンドイツオペラで初演される。ザ・ハンズ・アイスラースクール・オブ・ミュージック・ベルリン2020年4月23日、閲覧。ホコシューレ・フュア・ムジーク・ハンズ・アイスラー・ベルリン。アカデミックスで、ダス・キャリエーレポータル・フュア・ウィッセンシャフト・ファースチューン。フォンダイ・サイト・アカデミックス・ GMBH2009 年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年4月24日閲覧。アンサンブルズ。ホコシューレ・フュアムジーク・ハンズ・アイスラー・ベルリン。2015年12月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年12月17日閲覧。引数 URL、ステータスイコール JA は不正です。AB、消しヒテでアホコシューレ・フュアムジーク・ハンズ・アイスラー・ベルリン。 www.hfm-berlin.de.2016 年4月24日閲覧。クルテュールデンクメルブスター・ハンズ・アイスラー。1964。キャリアンド。トランスファーサービスセンターであユニバーサタットであくんした。ベルリン。ベルリンキャリアカレッジ。 ユニバーサタット・デア・クンシュタ・ベルリン、ゼントレリンスティチュート・フュア・ホワイター・ビルドン、2016年2月1日、閲覧。ストリアナンビット。ホコシューレ・フュア・ムジーク・ハンズ・アイスラー・ベルリン。2016年4月24日、閲覧。ホコシューレ・フュア・ムジーク・ハンズ・アイスラー・ベルリン、ベランストール・タングス・カレンダー。 ホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリン2016年4月24日閲覧ベランストールトンゲンイムサマーセメスター2016ホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリン26フェブラリー20162016 2016年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年4月24日閲覧引数 URL ステータスイコール JA は不正です。コーペラチオネン。ホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリン。2016年4月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月24日閲覧。引数 URL。ステータスイコール JA は不正です。ダスクリティシャーオーケスター。ベイオクシュタットフュアインタラクティブズジリギエレン。 ホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリン2016年4月24日閲覧ホッシュシュールニューズサラウェイドルウィルソンツアーレクトリンデアハンズアイスラーグルトアルティカルフォーム17マイ2019オブジェルフェニエム17マイ2019エレンセナトレンオブジェルフェニエム18ディツンバーハットホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリンホッシュシュールラット ハットボルフガングファーマン、第ゲンチン氏、ヨンサングエアツェルトウーバーコリアニシャウントオイロパイシャ、トラディション、イヒムクタ。ダスシェンバイネン、イン、ベルリーナーツイトゥング、28、ジュリー2007、ホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリンフォーダーベリン、ハット、ホコシューレフュアムジークハンズアイスラーベルリン、ウェットビューアーブ。ありがとうございます。